ゴイエスカスは、スペインの作曲家、エンリケ・グラナドスが作曲したピアノ独奏のための組曲、またその改作によるオペラである。題名はスペイン語で、ゴヤ風の音楽というほどの意味で、フランシスコ・デ・ゴヤの絵画やタペストリーの下絵に霊感を受けて作曲されており、オペラは、ピアノ曲よりも多くの楽曲素材が使われている。なお、日本では、ゴイエスカスという表記で浸透しているが、 最も、スペイン語らしい表記は、ゴジェスカスである。ピアノ独奏用の組曲は1911年に作曲され、同年3月11日に、カタルーニャ音楽館において初演された。ゴイエスカスは、恋する若者たちという副題を掲げており、グラナドスが非常に愛好したゴヤの作品に関連付けがされている。だからといって、楽曲と特定の絵画との間に確たる一致が、 見られるわけではない。したがって、各学賞の題名は、絵画の音楽的な描写を示しているというよりも、むしろ気分の問題に過ぎないのである。グラナドスは次のように記している。コイエスカスは二部構成の六曲からなり、全曲を通奏すると一時間弱を要する。第七曲の、わら人形は、最初から声変六曲の中に含まれていたわけではなく、 同名オペラの第1曲の編曲に他ならないが、現在では、声編とまとめて演奏されるようになりつつある。ちなみに、わ人形は、グラナドスの、ゴヤ風の作品の中では唯一、現存する絵画に実際に対応した楽曲である。第8曲、ゴヤ風のセレナードは、1909年に、ゴイエスカスの奏功として作曲されながらも、声編から外され、 近年に再発見されるまで長年忘れられてきた。オペラは1916年に作曲され、恋する若者たちという副題が添えられた。サルスエラの様式で作曲され、3幕からなるが全曲を通して演奏しても50分に満たない、こじんまりとした国民オペラである。スペイン語の台本はフェルナンド・ペリケイス・ワスナバールが担当した。 初演は1916年1月28日にニューヨークのメトロポリタン歌劇場において行われた。初演は大成功であったとする説と賛否両論に分かれたとする説がある。なおグラナドスはこの作品の初演のために夫婦で渡米し、キロの船でドイツ軍潜水艦による無差別攻撃に遭い、悲劇的な最後を迎えた。ありがとうございます。